はい、皆さんこんにちは。久しぶりでございますね。10月の21日、今日はね、京都の当時公文市が開催されてましたんでね、ちょっと映像を送っておきますよ。緊急事態宣言がね解除されまして、早速行われていますね。宣言中はねずっとやってなかったんですけどもね、ただこの映像ねちょっと見てください。これどうですか。夕方に撮ってますんでね、通常だとね工房市にぎにぎやってますよなんでね、お店が屋台がいっぱい並んでるね、人がわんさがいるようなところをお届けするのが通常の YouTube チャンネルのね、どうですかね、情報を撒き散らすわけじゃないんですけども、提供する側の、映像の撮り方かもしれませんけど、私のチャンネルはもう得意ですよ。こういうね締まりかけね、人が撮らないところ、数あるチャンネルの中で私だけじゃないですかね、こういうシーンを撮ってるのはね、まあそれはいいですか、ちょっと自慢です。皆さんの方はどんな風に過ごされていますかね。京都の方はね随分と繁華街なんかね、平日でもね人がうんさが出てるような感じがありますよ。ぐっとねコロナの陽性反応者っていうんですかね、減りましたね。あっという間に。ちょっとね考えてることあるんですけどね、なんでなのかなっていうのは前言ったかな。多分ねコロナを食べてるやつがいますね、きっとね。人間様のね栄養たっぷり吸ったコロナがね上から見てると、うわうまそうなのがいるなっていう風にね見えるやつがまたいるんですよ。だからコロナを餌にしてる何かがやってきてですね、今一生懸命コロナを食べて退治してくれてるって、そんなステージに入ってきたのかもしれませんね。勝手な解釈をな、述べてますけどね。今日はねこれとりあえず上げて、もう一本ね、なんか上げとこうかなと思うんでね、よかったらまたチャンネルの登録の方してお待ちください。よろしくお願いします。